ゲラルト。何があった？何かが起きそう。フィリパとマルガリータが私と話したいって。何の喧嘩は言ったか？いいえ、でも心当たりはある。きっと考えがあるのね。ご親切に教えてくれるみたい。怖がることなどない。行って話を聞いてくればいい。もし何かに引きずり込もうとしたら簡単に手玉には取られない。マルガリータが気にかけるのはお前の教育だけだ。政治に利用することはまずない。フィリパは手強いな。意地の悪い駆け引きをする。だが意志の強い者に敬意を払う。もし申し出をしてきっぱりと断られたらそれを尊重するだろう。ありがとうゲラルト。まあ行け。作戦を練る時間をこれ以上与えるな。ついていかないの？シリについて真剣に考えさせたい。なるほど、そうね。落ち着け、大丈夫だ。マルガリータは乱暴しない。でもフィリパは危険よ。シリはもっと厳しい状況を無事に切り抜けてきた。そうね、私たちが教えた知識や技術が彼女の助けになった。その通りだから恐れることはない。ええ、ちょっと見てみる。我慢できないと思ったよ。ゲラルト、あなたも覗きたかったんでしょ？似た者同士よ。覗こうとしてるのはどっちだ？私よ。だから中を見てるんでしょ？何が見える？フィリパが話してる。シリは落ち着かないみたいと思ったわ。何かを言ってる。フィリパが青ざめたわ。それで？静か、来るわよ。それで盗み聞きしたでしょ？ああ、いいえ、少しも変わってないわね。何を話したんだ？話したくない、今はまだ。ええ、その気になった時でいいわ。緊張をほぐさなきゃ。散歩に行くね。ぶしつけね、相変わらず。一体何の話だ？何でもない。少し休んだ方が良さそうだ。ええ、そうしなさい。ゲラルト、ゲラルト、起きて。なんだユニファー、どうした？起きて、しばらく付き合って。トリス、君もここに？どういうことだ？話したいことがあるの。二人とも様子が変だな。そう？別に。ユネファーと二人で話して結論を出したの。あまりにも長い時間を無駄にした。あなたの取り合いで。同時にもうじきワイルドハントと戦い、おそらくエルディン本人と対決することになる。何が起こるかわからない。だから残された時間をできるだけ楽しむべきだと決めたの。一緒に。一緒に？続けろ。ずっとお互いを愛してきた。あなたは私たちを愛してる。それを争っても意味がない。あるものを楽しまなきゃ。だから準備したの、特別なものを。今夜キングフィッシャーに来て。ワインを持ってきて、たくさん。後で会いましょうダーリン。待ち遠しいわ。面白くなりそうだ。来ないかと諦めかけてた？来てくれて本当に嬉しい。俺にはもらえないのか？あなたには当然の報いを受けてもらう。おい、笑えないぞ。戻れ。トリス、言えねば。あはは、おやおや、コテンパンにやられたな。黙れ、そんな気分じゃない。そんな気分だとも。何をして遊んだ？調教ごっこか、それとも王様ゲームかい？ダンディリオン。はいはい、悪かった。こんな姿はめったに見られないから我慢できなくて。さあ、どんな気分だ？呆然としたかい？トリスとイエネファーはどこだ？彼女らに言いたいことがある。お前が女についてそれほど無学とはな。本当に二人一緒に行けると思ったのか？まだまだお勉強が足りないな。よければ喜んで教えてやる。遠慮するよ。アバラックに会いに行く。話があるらしいからな。